ですね、甘めの服も着ることは多いですけど、でも、まあ、今回のテーマのように頑張りすぎない感じが私は好きなので、本当にぴったりのテーマでした。年齢も重ねてきたのもあり、大人っぽい服も着れるようになってきたかな、似合う年齢になってきたのかなっていうのを感じますね。そうですね、まあ、チャレンジというか、多分今までのテイストにちょっとしたことをプラスするとか、シルエットがちょっと今までよりもタイプのものだったりとかっていう風になると思うんですけど、甘いだけじゃなくてちょっと大人要素だったりとか、ちょっと辛口要素だったりとかをプラスしていけたらいいなと思ってます。どうですかね、もうだいぶ慣れましたけど、でもやっぱりまだインタビューするのとかは緊張するし、戸惑うこともありますけど、でもこうなんかこの1年で本当にいろんなところに行かせていただいて、この前も被災地の方行って、今の現状、2年経った現状とかも見てきたんですけど、そういうのもあのゼロやる前はなかなか現地に行くこともできなかったりして、行ってみないとわからないことってたくさんあるなっていうのを本当にこの1年で体験したのでまあそれをまた、なんていうんですかね、消化してみんなに伝えていければいいなと思ってますけど、でも最近は同い年の人に、いろんなことをやってる同い年の人に取材をすることが多いので、同世代トークみたいなのを織り交ぜつつ同世代ならではのこととかも聞けるのはすごく楽しいですね。抜け感がありというテーマです。これを見て、甘いだけじゃなくてちょっと大人っぽい要素だったり、ゆるい要素を入れつつおしゃれを楽しんでください。